三井住友銀行、株式会社、三井住友銀行、三井住友銀行、英語表記、住友三井バンキングコーポレーション略称、SMBC は本店を東京都千代田区に置く、三井住友フィナンシャルグループ参加の都市銀行、三代目がバンクの一角を占める。法手続き上は2003年の逆さ合併以前の法人旧住友銀行と、 以降の法人、旧、若塩銀行は別の法人格であるが、称号、営業上は連続しているため、以下では突起しない限り、三井住友銀行を名乗った法人について連続して扱う。2001年、平成13年4月1日に、住友グループの住友銀行と、三井グループの桜銀行が合併して発足した。経営統合にあたっては、 2000年代以降に再編した他のメガバンクで行われている新規設立した金融持ち株会社に全身銀行を株式移転、株式交換させて経営統合をさせた後に銀行合併するのではなく株式を上場する都市銀行同士の直接合併であり朝日銀行、現、リソナグループ以降最後のケースである2002年 平成14年12月2日に、旧、住友銀行の主要子会社で、投稿子会社に置かれた日本総研、三井住友カードと、上場していた投稿の株式を、株式移転させる形で金融持ち株、会社三井住友フィナンシルグループ、SMFG を新たに設立、上場している。2004年、平成16年度、2007年、平成19年度、 2010年、平成22年旅は、全国銀行協会会長業を務めた。2006年4月27日、金融庁より、銀行法、第26条第1項に基づく、業務停止命令が下された。表面上は、将来を見据えての合併という形をとっていたが、実質的には、住友銀行による、桜銀行の救済合併というのが、 世間一般の味方であり、事実、発足した三井住友銀行の頭取職と三井住友 FG の社長職を旧住友銀行頭取だった西川義文が兼務した。また、合併比率も当時の株価を反映して1対0.6で決まった。発足当時、かつての財閥、三井財閥、住友財閥の枠を超えたことで話題になった。住友グループ、 三井グループの両方に属しているが、どちらかといえば、住友グループよりと言える。これは、GHQ による、戦後の財閥解体を経て、GHQ 占領終焉後、住友グループはほぼ戦前同様に集結したのに、対し、三井グループは、帝国銀行の第一銀行、三井銀行への分離を機に、グループ各社が他の業とも取引をし、メインバンクという点で、 住友グループにおける、住友銀行ほどの地位を、三井銀行は、三井グループに対してなさなかった経緯が関連している。詳細は、三井グループを参照。これが1990年、平成2年、三井銀行が規模を拡大する意図で、太陽神戸銀行と対等合併する結果となった、業名は、太陽神戸三井銀行。1992年、 平成4年に桜銀行に業名変更。規模は預金口ベースで、合併前は都市銀行13行中、会に位置していた三井、太陽、神戸両行が合併の結果、第1官業銀行に次ぐ第2位に拡大した。しかし、1998年、平成10年には桜銀行の株価は165円にまで落ち込んだ。1999年、 平成11年に住友銀行と桜銀行は将来の統合を前提とした全面提携を発表した。その後の動きとして1999年平成11年に桜銀行は単独で個人向け融資やコンビニ ATM、ジャパンネット銀行を設立した。2000年に発表された合併比率は桜銀行の普通株式一株につき、 住友銀行の普通株式0.6株が割当て交付されるものであった。簡単に言えば、桜銀行1000株の価値イコール住友銀行600株の価値ということである。なお、存続会社は住友銀行となった。コーポレートカラーは緑色を基調とした若草色。和文ロゴタイプは全身の住友銀行及び、 桜銀行それぞれのデザインに近づけた書体を使用している。屏風のような形を思わせる若草色のブランドロゴは、香港のグラフィックデザイナーであるアランチャン、陳陽ンによりデザインされた。広告等のキャッチコピーとして、2007年、平成19年4月に、三井住友フィナンシャルグループが発表した中期、経営計画のスローガンリード・ザ・バリューを思うだって、使用している。 投稿団体では、行くぞ未来のフレーズ、名称が使われている。発足時から2005年、平成17年にかけての西川義文、東鳥時代においては、失われた10年での経済情勢に加え、2002年、平成14年10月策定のいわゆる竹中プランの影響により厳格な不良債検索を迫られる形となった。全身銀行。 主に住友銀行からの大口貸し出し先で、不良債権比率の高かった、山陽電機と山陽電機、クレジット、金棒、大英、富士田などは、債権放棄などの金融支援を順次実施した。同行が保有していた資産の含み益、約2兆円を、帳簿上に現実化させ、旧、住友銀行が保有する、有価証券の含み損。 約8000億円を一掃させるための手段として、旧太平洋銀行の小形銀行として、旧桜銀行が設立した若潮銀行を SMFG の完全子会社化した上で、若潮銀行に対して三井住友銀行が逆さ合併することを2003年、平成15年1月に発、同年4月1日付で三井住友銀行、旧住友銀行の法人格は、 逆さ合併により、法人格は消滅し、若塩銀行が三井住友銀行、現営、称号変更した。合併に先立つ3月には、1986年、昭和61年に、住友銀行が資本提携していた、米国の投資銀行である、ゴールドマンサックスに対して、SMFG が第三者割当増資を行い、 優先株で1500億円を調達している。2004年5月には UFJ ホールディングス、UFUD が、子会社の UFJ 信託銀行、現、三菱 UFJ 信託銀行、三菱 UFJ フィナンシャルグループ参加株式を、住友信託銀行、現、三井住友信託業、三井住友トラストホールディングス参加へ売却する、方向で詰めていたものの、 同年7月に、ユヒュードが、三菱東京フィナンシャルグループ、MTFGA、金融持ち株会社レベルでの経営統合を申し入れ、スミシ信への UFJ 信託売却は白紙化された。これに、スミシ信が異議を唱えて、合併差し止めの提訴をするなどし、これに触発される形で7月30日に、三井住友フィナンシャルグループが、UFJ ホールディングとの経営統合を提案するも、 8月には、三菱 UFJ フィナンシャルグループ発足に向けての合意に達したことで頓挫した UFJ 銀行三井住友 FG による経営統合の申し入れ。2010年、平成22年11月1日に、親会社の三井住友フィナンシャルグループは、ニューヨーク証券取引所に上場。北山 FG 社長は、NYSE からブルームバーグテレビジョンの生放送で、 主に投資家向けディスクロージャーの透明性を高めることが目的と説明した。以上の4箇所に分かれている。本店営業部を2010年、平成22年10月18日に、現在の東京営業部、大手町本部向かいに2010年、平成22年7月1日に竣工した、三井不動産のオフィスビルである三井、住友銀行本店ビルディング。 QJFE ビルディング跡地を全フロア借り上げる形で集約した。これにより、本部機能は一部の大手町一丁目三井ビルディング本店、北立に移設される部門と新住友モビル、大手町本部ビル内にある東京営業部の窓口を除き、大手町、日比谷両地区のセクションは原則すべて新本店ビルへ集約された。海外については主要都市に ホールセール拠点を有しており、日経及び、非日経大手企業取引を推進する。画像で紹介されている、住友銀行芦屋北口支店、桜銀行芦屋駅前支店、旧、太陽神戸銀行芦屋駅前支店のように、近隣に支店が2つ以上ある場合は、どちらかの支店の名称を変更。写真の場合は、住友銀行芦屋支店が支店名を、 足屋北田口支店に変更した。その後、銀行の環状系システム統合後に重複していた、支店の統廃合を進めた。主な例を。下記に挙げる、住友店が存続、旧桜銀行南場駅前支店が、旧住友銀行南場支店に統合。桜店が存続、旧住友銀行高来橋支店が、旧桜銀行大阪中央支店、旧 三井銀行大阪支店に統合。三井住友銀行発足後の店舗等配合を参照。個人部門、法人部門、企業金融部門、市場営業部門、国際部門、投資銀行部門及び各種本社部署、関連市会社からなる。他行に先駆けた個人顧客分野への取り組みを実施しており、急行時代末期から国内営業店組織を個人営業の支店。 中小法人に営業の法人営業部、住金時代は法人部に分けている。支店、エリアという名称の組織からなり、個人顧客当て金融商品販売業務、コンサルティング業務の進化を目指す。中期経営計画では投資信託、年金販売、証券仲介及び保険販売を注力分野としている。法人営業部、ビジネスサポートプラザからなり、 法人融資、預金がー制業務部のみならず、各種金融商品関連、アドバイザリー業務に注力。中期経営計画では、エクイティ投資含めた中小企業育成、地交代、地銀との連携による、地方経済への噛み込みなどを掲げている。2007年、平成19年4月より、プライベートアドバイザリー本部、PA 本部を新設し、個人部門、 法人部門の共感業務を担当する。具体的には、プライベートバンキング、職域取引、事業承継の強化である。上場企業クラス、日系グローバル企業を担当しており、東京、名古屋、大阪の営業部からなる。通常、本店営業第 X 部という名称がついており、業種単位となっている。例えば商社は主に本店営業第3部が所管する。 2006年、平成18年4月より、コーポレートアドバイザリー本部、CA 本部が新設され、法人部門、企業金融部門の顧客に対して、アドバイザリー業務強化を目指すダブルフロント体制を、敷きている。具体的には上場クラスの企業に対して、事業再編、資本政策、などの提案を実施し、必要に応じて、海外拠点、SMBC 日興証券や、 関係の強いファンドと共同する役割を担うことで同行グルーの金融ソリューション能力向上を目指す。資金、為替などディーリングトレーディング業務を主に担当しており、大規模海外拠点の資金総含めて所管する。元ラグビー日本代表監督であった小宿、沢弘明は本分野での勤務経験が長く、かつてはロンドンでディーラーを担当していた。 主に同行の海外拠点業務を担当する。日系企業の海外各地における業務、サポート、グローバル非日系企業ずつ取引推進、日系、非日系ストラクチャードファイナンスの推進などが主業務。地域本部制をとっており、アジア太陽州本部、シンガポールベース、米州本部、ニューヨークベース、及び欧州本部、ロンドンベースでは地域本部長の下で、 ある程度現地での裁量が認められている。また日経取引については国内法人部門との連携が重視されており、グローバルアドバイザリー部が設置されているほか、中国現地法人日経取引については2010年度、平成22年度より業務推進の所管が国内法人部門となった。銀行本体では主に国内における仕組もの,のデッファイナンスを所管し、 ストラクチャードファイナンス営業部、シンジケーション営業部、不動産ファイナンス営業部、アセットファイナンス営業部などからなる。営業体制としては、法人部門、企業金融部門、国際部門の各営業部が顧客窓口となり、デッドファイナンスのソリューションについて、投資銀行部各部が専門的に提案、取り組みをするというダブルフロント体制となっている。また、 金融商品営業部はデリバティブ商品や仕組み物の蘇生販売を手掛け、また企業情報部は MA 業務を手掛けるが、これらは本当の意味での投資銀行業務である。他方、ダブルフロント体制は業務の重複が発生することで無駄が多くなることも指摘されており、一部の部署では社内失業者が発生していること問題視されている。 証券業務については2009年、平成21年に当時の日光コーディアル証券をシティグループから買収したことを契機に大和証券グループとの合弁、提携関係を解消した。そして、現 s m b g 日光証券との連携により顧客宛て総合金融サービス提案体制の確立を目指す。s m b g 日光と SMBC フレンド証券の関係について 北山会長は SMBC 日興は個人客に強い。三井住友銀行の窓口で販売するのは2010年平成22年1月から SMBC 日興の商品、社債などに一本化し、フレンド証券の担当部門は SMBC 日興に移管する。課題は法人向け業務。M&A、A、企業の合併。 来週の中介や株式の売買部門を強めるため、システム、人員の充実を加速させると表明した。また、SMBC 日興は、海外ネットワークの構築が急務だが、戦略の遂行上、自前で育てるよりは買ってしまった方がいいとか、合弁や提携、部隊を引き抜くなど、いろいろな方策がある。選択の幅がある中で、どうやれば、 時間軸が短く効果が上がるのかを考えて選ぶ。米シティグループと補完関係にあるが、自前でロンドンやニューヨーク、香港に展開してきた。弱いところは海外機関投資家とのパイプだ。人材とネットワークの充実が必要だ。M&A、合併、買収もそういうところが必要だとも表明した。経営企画部、情報システム企画部、財務企画部、 人事部、総務部、リスク管理各部、調査部、事務統括部、事務推進部などからなり、必要に応じて海外駐在を有する。調査部は会社経営の観点から設置されており、社外向けアナリスト要請という趣旨とは異なる。同行は合併当初から各種事務、バックオフィスを視点から分離、集中処理する体制を築き上げ、 経費率の著しい低下を目指してきた。有志ミドルバック業務は有志集中部に、外為関連バック業務は外為事務部に集約しており、それぞれ2003年2月に SMBC 有志事務サービス株式会社、1994年12月に SMBC インターナショナルオペレーションズ株式会社という名称の別会社を設立した。また各営業店における預金合わせ業務も、 支店サービス部という部署に分けられてり、個人当て金融サービスを行う支店とは別組織となっている。2014年、平成26年10月に、三井住友銀行は、SMBC インターナショナルオペレーションズ株式会社を、吸収合併した。この合併に伴い三井住友銀行に、グローバルサービス推進部と、部内室として、外国為替受託室を、また、 営業店組織としてグローバルサービス部を設置した。三井住友銀行では IC キャッシュカードを発行している。生体認証には出子静脈を用いる。従来からの磁気ストライプ記録データでの取引よりも IC チップ記録データでの取引、さらに IC チップ記録データと生体認証とを組み合わせた取引となるにつれてデータの信頼度が向上するとされ ATM で 取引できる上限金額を高く設定できるようになっている。2017年時点で、ま、独自で即時発行した IC キャッシュカード対象となるのは一般デザインの普通預金キャッシュカードのみ。他のデザインや普通預金以外の科目のカードなどは、即時発行の対象外はエンボスレスカード、郵送で届けられるカードはエンボスカードでの発行となる。 2016年より総合口座の普通預金、貯蓄預金通帳が冊子の在庫払拭次第廃止され、代わって普通預金通帳兼用の通帳に変更され、表紙の口座番号の下に総合口座と印字される、いわ、総合口座ではない SMBC ポイントパック契約口座となっている通帳において残高別金利益型普通預金と表示されていた。 総合口座普通預金の冊子が普通預金通帳の冊子を用いる形となったことで総合口座が印字された SMBC ポイントパック契約口座の場合残高別金利型普通預金の文字は見開きページ部分に表示がされる印字可能ページ数は11ページであり総合口座兼用となる前から変わらないこれに合わせて総合口座通帳としても使用するため 別冊子となる貯蓄預金や定期預金等の口座番号が見開きページに記載されるようになり、従来の普通預金通帳にはなかった、いくつかの欄型に設けられた。2007年、平成19年3月12日より、ワンズプラスの改定が行われ、ワンズプラス契約者で一定条件30万円以上の預金残高、ウェブ通帳、 三井住友ビザカードセディナの引き落としがある、等一つでも満たしていれば、三井住友銀行の自己 ATM だけでなく、セブン銀行、イーネット、ローソン ATM のコンビニ ATM でも、24時間手数料が一切かからなくなる、月4回までほか、三井住友銀行本支店間の振込手数料が、インターネットバンキング、ウェブモバイルバンキング、テレホンバンキング、無人対応で、 無料となる。紙の預金通帳を Web 通帳に変更するだけでも条件を満たすので、日本の三大銀行で一番簡単に無料利用ができる。2008年、平成20年10月6日より、ワンズプラスは SMBC ポイントパックに、ワンズダイレクトは SMBC ダイレクトに解消されている。平成29年10月1日に、 SMBC ポイントパックのサービス内容が改定され、上記の条件の内ローンの借り入れ、カードローンの契約が対象外となり、SMBC デビットの契約が条件に加わった。また、コンビニ ATM の手数料無料回数が月3回になった。さらに、15歳となる誕生月の初日25歳となる誕生月の末日の間は、無条件で上記の優遇が受けられる。 なお、この契約がされている普通預金、総合口座普通預金を含むは、残高別金利型普通預金となっており、口座残高に応じて、利息の利率が変動する。この新しいワンズプラス、現、SMBC ポイントパックに、ワンズダイレクト、現、SMBC ダイレクトと、三井住友ビザカード、および特典を付加した、SMBC ファーストパックが、 同日から提供さる。これに伴い、類似の現行商品、ワンズスタイルは、2007年3月12日から、新規申し込みが終了されるが、ワンズスタイルの特典は、基本的に、SMBC ファーストパックに引き継がれ、むしろ、三井住友ビザカードの年会費が永年無料になったり、通帳発行型も、選択可能になったり40歳以上の個人顧客も、 申し込みが可能になったりするなど、SMBC ファーストパックの方が得点が拡大している。ただし、クレジットカードの年会費については、2011年、平成23年2月1日に規定が改定され、永年無料は従前からの利用者を含め条件付けとなっている。前日のワンズスタイルは2016年7月11日をもって廃止される。 セットになっているものを一つも解約していない場合は、基本は SMBC ポイントパックがそのまま適用され、クレジットカードの年会費は徴収されるが、SMBC ファーストパックに切り替えた場合は、取引により年会費の優遇が受けられる場合がある。2018年3月1日から、SMBC デビット、ビザデビット一体型キャッシュカード及び密井。 住友ビザ SMBC カードの取扱いを開始したことにより、店頭での新規受付が停止された SMBC ダイレクトでの切れは可能。近年、地方銀行、第二地方銀行との提携による外貨宅配サービスの受託を行っているが、これまでこのサービスを主に手掛けてきた香港上海銀行在日支店が、2010年、平成22年までにマニーポートの住宅を、 順次打ち切り、最終的に同年までに終了させたため、当行が、その受託を、これまで、HSBC と提携してきたほとんどの地銀、第二地銀の受け皿となっている。なお、日本円に戻すサービスも行っているが、こちらについては、SMBC 以外へ振り込みを依頼しても、SMBC 宛てに振り込みを依頼した場合と、手数料が変わらないよう優遇している。三井住友銀行では、 2006年、平成18年3月13日より、貯蓄預金と新型通知預金、キャンの新規口座開設を停止した。貯蓄預金の口座開設停止については、都市銀行では、リソナ銀行、埼玉リソナ銀行に次ぐ対応であった。この対応以後、三井住友銀行では、現在、普通預金と貯蓄預金とで利率が、同率に設定されているが、それでも、 利息決算日の点で異なる商品となっている下記、利息決算日を参照。なお、残高別金利型普通預金、ワンズプラスは、登場当初より、普通預金の特徴に貯蓄預金の元来の特徴である、優遇金利を組み合わせた特徴も持ってきたが、利用状況によっては、ワンズプラス利用料として、月210円徴収されることもあった。これについては、 貯蓄預金の口座開設を停止してからほぼ1年が、経過した2007年、平成19年2月21日から量である。2010年、平成22年9月27日をもって、テレビ電話を利用したコンサルティングマシン、バンク t v が廃止された。最終的な設置拠点は、セブン銀行の友人拠点6が、テントアットバンクが設置されドコモショップ3店舗であった。 全拠点で、住宅ローン及び資産運用の相談に対応しており、加えて、ドコモショップ設置分では、ドコモの通話料金の口座振り替え申し込みと、普通預金の口座開設、口座はいずれも東京営業部に固定されていたが可能であった。普通預金及び、SMBC ポイントパックは2月8月の第3日曜日の翌営業日付、貯蓄預金は、 毎月第3日曜日の翌営業日付で利息が付与される。利息決算日はそれぞれ利息が付与される日の前日である。毎月25日と26日は、口座の預金残高にかかわらず、8時45分以前と18時以降も ATM 時間外手数料が無料である。ただし、三井住友銀行のキャッシュカード利用時のみが対象。十五日が土曜、日曜。 祝日と重なる場合はその前の窓口営業日26日が土曜日曜祝日と重なる場合はその次の窓口営業日が終日無料北山会長は2010年平成22年末に主要メディアへのインタビューに応じ三井住友フィナンシャルグループの業務純益ベースで国際売却益など市場部門を除いた利益に占める海外事業の日を、 最大50%程度まで高める方針との考えを示した。2010年上期の市場部門以外の業務純益に占める海外事業の割合は約22%であり、2012年度までにまずは30%に増やすことを目指す意向。その他、インタビューからの主な抜粋は以下の通り。なお、G ・シフス・システマティクリー・インポータント・ファイナンシャル世界的な。 金融システムに重大な影響を及ぼす金融機関へのバーゼル3の所要事故資本上の適成については免許や資格ではないので対象に入らないことがビジネス上の制約にはならないと考えているとする。また、アメリカ合衆国の金融機関への出資について北山社長はブルームバーグテレビジョンによる生中継で検討材料ではあるものの 米国の金融監督行政の行方が流動性なこともあり、現在特段具体的な案件はないと発言した。は、出資比率。他行に先駆けて開拓した分野が、中小企業向けビジネスローンである。ビジネスセレクトローンという名称の商品は、年少10億円程度までの小企業向け、無担保ローンで、原則として、最大5000万円、期間は3年程度であり、 これまで保証協会の保証化資金しか融資受けられなかった中小企業の資金層に旋風を起こした。銀行での審査方法も2期分の決算書と各指向的証明書から過去のデータに基づき適切な金利と金額を算出するという割り切ったもの。同種子のクレセルローン。ビジネスセレクトローンより若干規模の大きい会社を対象を含めて 貸し出し残高は2兆円に迫り、多行の追随を許さない。またインターネット上で、融資審査に必要な財務書表を、e-tax の確定申告データで、電子送付する、ウェブ申告データ受付サービスを利用することを、条件に、融資時の利率の優遇を行うウェブ、レポートローンという画期的な商品もある。金融業等、業務管理、事務受託等、三井グループと、 住友グループ以外の企業を記述三井住友銀行はオリエンタルランドを設立した当時の三井グループに所属していた三井銀行の流れを受け東京ディズニーランド東京ディズニーシー内に唯一出張所を設置している銀行であ。これは同じ三井グループに所属する三井不動産が東京ディズニーリゾートの運営母体であるオリエンタルランドを設立したことが 主な要因とされている。東京ディズニーシー内にある出張所は、日本橋支店東京ディズニーシー出張所という、名称の無人 ATM コーナーとなっているが、東京ディズニーランド内にある、浦安支店東京ディズニーランドバリ所、店番号593には、行員も配置され、通常の窓口業務を行っている。講座開設も可能であり、 開園後数年は顧客も限定されていなかったが、現在は浦安市民や関係者に限られている。なお、通帳のデザイン及びカードのデザインは、現在では通常の店舗と変わらないため、外見上で判別することはできない。また、ディズニーランド出張所では、以前、外貨両替の取り扱いも取り扱っていた。なお、三井住友銀行は、 東京ディズニーリゾートの参加企業、オフィシャルスポンサーではない。また、ディズニーキャラクターは、同じメガバンクの一つである三菱 UFJ 銀行が、イメージキャラクターとして、三菱銀行が1962年に、採用してから、半世紀以上にわたって使用している。ちなみに、三菱 UFJ 銀は、オリエンタルランド敷地内、エクスピアリを含むに、支店、ATM どもに設置していない。 テレビ番組、ラジオ番組、発足当時の2001年から数年間は、前身の一つである桜銀行が採用していた、ドラえもんを、マスコットキャラクターとして採用していた。住友銀行も、桜銀行が採用する以前に、ドラえもんを、マスコットキャラクターに採用している時期があった。2014年からは、カワウソを模した、ミドスケというオリジナルキャラクターが使われている。 体は緑色で、首には、投稿のシンボルマークである、ライジングマークに似たスカーフを巻いている。デザインは、ゴーダ・ケイロー、株式会社ドワーフ、プランニングは電通。当初は公式 LINE アカウントを中心に使用されていたが、後に CM、声、道島公平や、キャッシュカードや、デビットカードの懸面デイン、銀行利用者向けグッズとしても使用されるようになった。 身長66.6センチメートルで、両親と祖父母もいる。ひょんなことから人間の世界に住み着いたという設定。5おさむき